100台限定の最後の TTRS。お別れを惜しむ前に英国価格に触れておきたい。今回試乗した TTRS アイコニックエディションは87,650ポンド約1,455万円もする。アウディ TT としては驚くほどの金額と言える。急速に縮小する高性能スポーツクーペ市場を 支えてきた象徴的なモデルの限定車とはいえ、少々強きすぎるように思うかもしれない。ただし、生産台数はたったの100台。英国には11台が導入される予定にあるが、すでにすべてが売約済み。現物を見せる前に、最終仕様の TTRS をアウディは売り切った。この TTRS アイコニックエディションは、 先日試乗したアウディ R8V10GT とは異なり、技術的なアップデートは施されていない。専用の車高調整式サスペンションや、私的なトルクスプリット式リアデフは備わらない。通常の TTRS と比較すると、エアロキットが付加されているのがわかる。フロントバンパーには樹脂製のディフューザーとカナードが黒く輝き、 テールゲートにはスワンネックの大きなリアウィングがそびえる。見た目は適度にアグレッシブさを高めているが、やりすぎには感じないラインに止まっているとは思う。特徴的な TT の滑らかなデザインを大きく書き乱すほどではない。2.5L 直列後気筒ターボは 400PS と 48.8kg、M。 アルミホイールも専用デザインのものを履く。サイズは20インチで通常の TTRS と変わらないが、グロスブラックに塗装され足元を凜々しく引き締めている。ゆっくり観察するとリアのクォーターガラスに小さくアイコニックエディションとステッカーが貼られている。見た目の差別化としてはこの程度のようだ。ドアを開くと スポーツシートの背もたれにアイコニックエディションとイエローの刺繍が施されているのに気づく他にもイエローが差し色で用いられアルカンターラとレザーが多用されたブラック基調のインテリアの印象を高めているシフトノブにはシリアルナンバーが記されたプレートがあしらわれる人より多いお金を支払ったことを運転中でも目線を下ろす度に確認できる それ以外は基本的に TTRS のまま。スタイリッシュでソリッド感が高く、仕上がりはいい。特別仕様ではあるが、2プラス2の小さなリアシートも残された。メカニズムには手が加えられていないアイコニックエディションだが、季節を問わない高性能スポーツモデルであることも変わりはない。エンジンは 2.5L の直列後気筒ターボガソリンで、 最高出力 400PS、最大トルク 48.8kg、M を発揮。もちろん四輪駆動だ。英国郊外の一般道を意欲的に盲信できる。TTRS が登場した頃は、フェラーリ F430 や997世代の911ターボと、加速ダッシュで並ぶほどの能力を備えていることに驚かされた。 たとえ2022年になっても、その印象は衰えていない。税、時速1 0 0トル加速は3.7秒なのだから。天候に関係なく、英国郊外の一般道をこれほど、意欲的に猛進できるモデルは非常に限られる。7速デュアルクラッチ AT が鋭く変速を繰り返し、短い直線でもみるみる速度が高まっていく。 加えて、直列後気筒エンジンが放つ個性的なビートも魅力。気持ちを高ぶらせるボリュームが伴う。それでいて、市街地を穏やかに運転すれば、文化的な音量に沈まってもくれる。TTRS には複数のドライブモードが用意されている。ステアリングホイールやサスペンションの設定を。細かく選べるが、 筆者はインディビジュアルが好み。サスペンションを適度に引き締める以外は穏やかな状態が好ましい。スポーツモードではシリアスすぎる。TTRS は快適性重視のモデルではない。7 1 8 k マン GTS のように行動では、もう少し路面と息を合わせるしなやかさがあってもよかった。そうすれば、 手のひらで感じ取れる質感も増すはず。四輪駆動のクワトロはドライバーに圧倒的な自信を与える。とても早くグリップする。ただしドライビング体験は一元的で、もう少し味わいの幅があってもいい。記念すべき最後の TTRS という称声。再び値段の話題に戻るが、 TTRS アイコニックエディションと通常の TTRS との価格差は、英国では26,775ポンド、約444万円、位に達する。希少性は理解できるが、内容を考えると強きすぎるように思える。とはいえ、素晴らしい直列後気筒ターボエンジンを搭載した。記念すべき最後の TTRS でもある。 この事実にどれだけの価値を見出すかで受け止め方は違ってくるのだろう。アウディ TTRS アイコニックエディション欧州仕様のスペック。英国価格87,650ポンド約1,455万円。全長 4,201mmTTRS 全幅 1,832mmTTTRS。 全高 1344mmTTRS 最高速度時速 280km0 時速 100km 加速3.7秒燃費 11.0km パーリットル CO2 排出量2 0 7 g k m 車両重量 1450kg パワートレイン 直列後、気筒 2480cc ターボチャージャー。使用燃料、ガソリン最高出力 400PS58507000rpm。最大トルク 48.8kgM17005850rpm。ギアボックス7足デュアルクラッチオートマティック。